こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。え名古屋競輪場で開催されている G1 オールスター競輪。いよいよえ4日目、準決勝予想をお送りしたいと思います。えー、こちら、概要ですね。えー、10レースは、えー、山崎健人に乗ります中川誠一郎本命。11レースは、えー、深谷を本命にいたしまして、 え、別戦も、えー、注目。えー、それからですね、12レースは、新山番手の渡辺を、あのー、狙ってみました。まず、12レースです。ご覧の9人。えー、SQS 班に行っただけですね。えー、今回4分戦。山崎に中川。 えー、古生に坂口。新田、佐藤、大森ですかこのラインが一番長いんですよね。松浦に渡辺。ということで、新田、佐藤、慎太郎が人気集めてますかえ、えー、先手、三者。新田は確かに三者なんですけど、まあ、番手も佐藤、慎太郎なんですけど、 先どあまり短距離タイプなんで先手取るって言ったらどうかなと思います。あと松浦の思い切った先行とか古障が先手取る流れもあるかもしれないですが私は山崎を先手取る選手と見たいと思います。 まあもちろん松浦が先手取って早めに山崎がまくり返すという流れもあります。どちらにしましょう中川が。まあ、自力も番手から出る展開もあると思います。えー、その中川本命に、えー、相手が、えー、松浦ですね。まずは新田。 ニッター最後自分だけ自力で突っ込んでくると思います。えー、慎太郎外します、えー。それから山崎がひょっとしたらあの仕掛けいかでは残るかもしれません。そして、えー、渡辺の突っ込みをちょっと松浦のまくりが不発になってもある程度押し上げてくると思って上げてみました。えー、11ースで準決勝戦の メンバーです、えー、ご覧の9人平原清水が SQS 班です、えー、深谷も出てきますねえー、っとこちらは小間切れ線松,松谷は短挙を選びました、えー、他、えー、清水小倉、えー、瀬戸内深谷柴崎中部姿山,山崎 東北、平原、諸橋は関東ですね。えっ、ー、と、こちらですが、ひょっとしたら、あの、小倉が番手につけてる清水が先手を取るかもしれません。まあ、清水は、あの、えっ、ー、と、二日、えー、三日目か、の優秀戦では非常に、前の、 前が落ちてしまったんですけど、えー、それにもかかわらず、えっ、ー、と自分があの結局前になったんですが、あの昼まず先行してましたの、ね、ですごく好感持てます。だからこのレースも先行積極的なレースをするのではないかと思います。 でも深谷も非常にいい先,、えー、先行バックを取るレースでここがけてるんですよねだからに決まり手は逃げしかないということで,で柴崎もまあ調子いいですからここは、えー、深谷の先行粘り切りと見て、えー、深谷を本命にしました。 え番手の柴崎との裏表ですが、他は別戦の自力選手としました、えー、し清水を本戦。えー、それから姿も結構、あのー、やれそうな気がするんですよね。そしてやっぱり平原ですよね。 そして12レース、最終レースは準決勝戦。えー、こちらにグランプリ覇者三谷隆起。そして、力を見せつけてる脇本。ちょっと、優秀戦は、なんか大きく車間開けてしまったのが気にはなるんですけど、えーまあ、ここは脇本が乗ってほしいっていうような、 メンバーにしてて、してるんじゃないかなとは思いますが、実は、うん、ね、普通にいかないんじゃないかなと。ナビ見てみましょう。えー、脇本には三谷、えー、新山に渡辺、えー、原田、原田優秀戦勝ちましたね、には橋本剛。 えー、そして、軍司公平、中村宏、田中が結束しましたね。どうするんだろう軍司もあんまり逃げてないし、他の2人はバックもない。どういう戦法で行くんでしょうか。まあ、難しい舵取り、世話されますよね。2人は乗乗って乗るような レース見せたいですからね。愚痴だけが乗るっていうレース。レースっていうわけにはいかないような気はするんですけど、タからといって取れる戦法は結構限られるような気はしますね。番手分断策ですかね。ただ、そうなった時でも、脇本が逃げるのか、新山が逃げるのか、難しい。 判断をせわし、難関は、余儀なくされそうです。で、えー、私は、え新、ー、山の逃げだと思います。やっぱり、脇本逃がしたらもう、それで終わりですからね。で、うまく原田とか難関税を、あの、こうさせて、えー、脇本三谷を候補に置きたいところです。 ハーダーも、まあ、なかなか調子はいいんですけど、なんか、準決勝でポッカするイメージがあるんで、そんな強くは押せないですよね。まあ、ハーダー抜け出すぐらいなら、その後ろをなんか脇本が通過してしまいそうな気はします。ということで、私の本命は、新さが逃げると、新さが逃げて脇本を後ろに置くとして、えー、番手の、 渡辺方面にし,ましたえー、っとやっぱり飛んでくる脇本、えー、そしてですねひょっとしたら結構牽制し合って、えー、脇本を後方で不発に終わらせた上で新山も残っちゃうんじゃないかな結構逃げてもしぶといですからね新山は。 この残り目は結構面白いなと思います。それから、えっ、ー、と、結局、軍事だけ残る展開、中村の突っ込みはしんどいような気はします。それから、原田ですね。ちょっとポカはあるものをやっぱり無視できないと思います。どちらにしましても、新山が行くと思って、見て、えー、番手の渡辺を方面にしたいと思います。 あの、一着一着と、ハーダーに負けず劣らず出来はいいはずですからね。はい、以上、えー、準決勝の予想を送りいたしました。果たして、決勝にはどん、どんなメンバーが勝ち上がるんでしょうかゲーム動画でいこうでは、チャンネル登録者数を増やしたいと考えております。えー、あと70人ほどでですね、1000人いきます。 千人行きました、収益化のチャンスが出てまいりますので、よろしければご協力、えー、よろしくお願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してますので、よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリストを表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。 名古屋競輪場で開催される G1 オールスター競輪準決勝の予想をお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。